にちは。3月24日、小湊鉄道の小湊待合室、3月24日にオープンしました。おはようございます。この小湊待合室は、僕がお世話になっている飛田建設有限会社が作りました。よろしくお願いします。それでは、カフェの方に移動したいと思います。やらない流れで面白いところだけ使うみたいな。逆にこういう意識を持ち切るわ。このところ紹介してみて。こういうとかじゃない。これおしゃれていますね。これね、これやっぱりすごいこだわってるんです。飛田建設、本当にここはもう本当に大事にしようっていうところだったんで、こんなにたくさんの方がもう写真じゃない、お花を送ってくれて、みんな待望のオープンです、はい、たくさんのお客さんもいて、では中に入ってみます。さあ、このスプレーをおーちゃんとあれが慣れてるね。こういうちょっと細部の部分にすごい気にされてて、かわいいと思います。お前ちょっとなんかずるくない？ちょっとずるいよ。男前にやろうとしたみたいな。お願いします。コミナと3人もセンターも入っていくんで、それボンズ市原 のスポンサーを、ボンズができてからずっと応援してくださってるので、僕たちもこういうちょっとしたことですけど、会社にできるように頑張っていきたいと思います。じゃあめちゃめちゃカメラ目線で言っちゃって普通違うよね。ちょっとお花の方もちょっと行ってみますか。僕がお世話になってる飛田建設もよろしくお願いします。あ、僕が飛田建設で、はい、はい、いただきます。はい、ありがとうございます。これをこう組み合わせるのに色々と作ってありがとうございます。そうでしょ。今撮ってます。僕が払うんで。個人的に。後で。俺ね、クロワッサンサンド。これ。あ、ある。待って、もう一個あるやん。え、俺コアがいいな。だけど、どうか。なんかここでカッコつけてコーヒー。コア？うん。コーヒー。大友さん、コーヒー。どうす。やかましい。めっちゃうまそう。美味しそう。おい。お、選べるんや。どれにする？え、俺選んでいい？これでいい？いやでもあるよね。これお願い。あれ？うわ、これあれだ。ポイントがあるわ。お水を汲んでる。絶対に使わないけど。楽しいよ。すみません、大変お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃうまそう。すごい。ポスターもなんかあるんですよ。かわいい。しゃれてる。かわいい。しかも全部違うんだ。なんかね、3種類ある。チェックしてるね。さすが。してますよ。さすが。やめなよ。喧嘩みたいなのやめなよ。取り合いみたいな。なんですか、こんな
そんな熱いの。なんで。さあ、混ぜちゃおう、俺、そしたら。いや、あの、何、みんなにいただきますね。いただきます。してないじゃん。そういうところだけど、いいよ、そういうのが取れながら、ちょっと。何が跳ねるかわからんから。だからどうなのよ、またいただきますなって、みんなでやろうよ。こんなさせなかったね。いただきます。いただきます。いただきます。揃わないね。池田だってお前さ、はい、超かわいい。うわ、おお、かわいい。これめっちゃいいやん。これこれ子供とか絶対喜ぶよね。スプーンとなんかドレッシングさ。やめよ喧嘩。なんか楽しいあれにしよう。コミナトランチボックスにこの石井ミートを入れちゃうっていうアレンジです。はい、美味しそう。池田アレンジ。池田アレンジですよ。皆さんこれやってください。サラダは人気ナンバー3。3のサラダ。いただきます。いただきます。野菜にはうるさい。あ、美味しい。そうだ、美味しい。このドレッシングは何味？うまいです。何味なの？食べて食べて。ドレッシングは体にいいドレッシング。それだけはわかる。これ第2位のベーコンエッグクロワッサンです。ぎゅうぎゅう。いただきます。めちゃめちゃクロワッサンサクサクで美味しいです。中のベーコンこんがりと完璧です。これじゃあこの人気ナンバーワン。お、お、あ、いいね。ナンバー3、ナンバー2で来てるんだよ、ちゃんと。照り焼きクロワッサン。照り焼きのクロワッサン、いただきます。うまっ。うまっ。うまっ。ほんとサクサク。クロワッサンはねえ、言っていいんかな、照り焼きチキン入ってる。いやいや、照り焼きサンドって名前です。うまっ。うまです。おお、ほんとに美味しい。優しい、優しい味。あの受付のお姉さんが良かったね。優しい、もう優しい街。そう、優しいだし、優しさが外観からもね、優しさ出てますから。わかります。マジでね。じゃあ石井のミートってこっちのどういう力なの？石井のミートって近い、ね、石井食品の石井。石井食品って一応ある。いや、船橋にあるけど、本社が。こちら、ストロングコーヒーです。暖かい中で、あえて僕はホットやりたいです。またこの、あれが可愛いですよね。小湊町合室が。確かに、はい、文字が可愛い。これが可愛い、めちゃくちゃ。これもそうそうそう、それ柄が。言ってやん、今。あ、今言った絶対。言ったよ、それ。いただきます。どうですか、味は。美味しいです。春とか絶対最高だよね。え、今の時期マジでいいっすよ。さっきだけどさ、ペットとかもお散歩起きてる。なんでそうね。だって中は多分ダメだと思う。中はダメですけど、多分そこに。あ、本当だ。あっ、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 池田が拾います、こういうの。早っ、早いね。名前出してる。池田がすぐこういうの拾うんだけど。大友さん食べていい？確かに、大友さん取ろう。取んなくていいよ、池田。お前
はい。